はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、アルです。バイオハザード行動ベロニカの続きですね、よろしくお願いします。で、早速なんですけど、コメントありがとうございます。これ調べると、ヒラルミンギです。どこかに鍵穴があるようだ。うん、あ、簡単な鍵か。おー、防寒用火薬いいですね、ありがとうございます。じゃあまあ面倒くさいんだけど、ボウガン用火薬でボウガン、またあのエクスプロージョンアローを作りましょう。まずはボウガンの矢を打って、あー、あとね、イーグルプレートもしかして使えるんじゃないのっていうコメントもいただいてるんで、俺さ、あそこの場所もう使った気がするんだけど、また使えるんですかね、ちょっとわからないんだけど。あ、ボウガンも、ボウガンどうしようかな、ボウガン、ボウガンが53発でしょ。これ取って、でこれと組み合わせ、これでいいか。でまたボウガンの矢をしまうと OK で、ハーブも持ってく。で、アイテム持ちすぎだ。なんとかしろと。すいません。なんとかできません。貧乏症なんでね。おまけにさ、もう、このプレート、海軍の証、陸軍の証が、使える場所にあると。いうお話も、あれ？ここじゃなかったっけ？聞いてしまっているので。ねえ。どこかなという。ここなのかなと思ったんだけどさ、八角形の場所があるから、そういうことじゃないんだよね、使う必要がないんだから。でもあと場所どこかなと思うんだけど、あ、まあアイテムを調べても特別何もないもんね。この真ん中のこの石みたいなのは何なんですかね。やっぱりなんかはめ込んであるみたいだけど、なんかどっか使う場所があるんですかね。まあ思い当たる点としては、まあ、石の色から察するに、あれかな、アシュフォード家のお屋敷のところですかね。あそこにはなんか何もなかった気がするんだけど。あとちなみにここスロットマシンがあるところですね、カジノ場、カジノ場か。ここなんかないですかね、なんかないですかね。もしかしてこれが入っちゃうとか。あいで、そうですよね、うん、悪かったよ。あとここにさ、なんかありそうな気がするんだけど、これは違うのかな。手を伸ばしてくれないんだよね。何も言ってくれないところがちょっと悲しいよね。アンティークのグランドピアノ。何かを読み取る仕掛けになっている。読み取らせるもの別にないよね。全部に使ってみる。せっかくだから。あ、ハーブ。ああ。いいや、まだここに来る用事があると思うから、その時まで貯金しておきましょう、このハーブは。いつかきっとね、昔のアールグッジョブっていう時が来るはずです。来ればいいな。じゃあどうしましょうかね。あとね、他のコメント、不可解なコメントがあったんですけど、俺がね、ショットガンだと思ってる武器は、あれショットガンじゃなくて、グレネードガンなんですよ、プププのプーみたいなコメントがあったんですけど、ありがとうございます。俺はね、認めないからね、あれはもう俺の中ではショットガンだから、手に入れるまでね、俺の淡い期待は続きますよ。どうしようかな、じゃあ、一番近いところの用事から済ませてしまいましょうか。というのが、まあ、金の鍵ですね。確かこの近くに金の鍵を使う部屋があったと思うんで、
それを、まあ、探しに行こうかと思います。ここのお部屋はもう何もないのかな。スライドの映像完全には作動してないと。意味のない会議は嫌いです。陶器の壺が飾られている。あ、ここにも足行動圏のね、ハルバードがありますね。なんか踏んだ？すごい、ちゃんと紙を踏むと紙の音がするんだ。結構リアルに作ってあるんだな。ああいうさ、あの全部机にさ、今マグカップが、ティーカップかな、置いてあったんだけどさ、ああいうのって常備されてるもんなんですかね。ホコリとかかぶっちゃいそうだけど。はい、お、やった、捨てられる鍵。どんどん捨てていこう。 R はね、整理整頓できないんで、どんどん捨てていくしかないんですよね。に、日常的にな。で、 HP もどうなんだろう。とにかく赤にならなきゃ大丈夫みたいな感じなんで、まあ大丈夫でしょう。なんか怖いっすね。 T セットを持つ赤毛の男性が描かれている。下にボタンがある。押しますか。押すわけねえだろ。変なことしてな、爆発されたら困るんだよ。美しい女性が T セットを持っている。ボタンがある。押しません。もうちょっと待とうね。押すのはまだ早いよね。1,2,3,4,5,6 か。6つの、6つのボタン。なるほど。ん？当主、ご継承の祝辞。アルフレッド様、この度は、心よりお喜び申し上げます。つきましては、祝品である陶器の壺を飾らせていただきます。あ、送らせてか。あったね、さっき。この、慣例は、聡明さ？ごめん、読めない。と、美しさで、名だたい、我がアジフォード家創始者、ベロニカ。あ、ここで来ましたね、ベロニカ。人の名前だったんだ。当時の執事が記念の品として、輝くティーカップを作らせた。うん。で、二代目のスタンディ、三代目のトーマスも、同様の品を職人に作らせた。はぁ。で、その後当主の座はトーマス様とは双子のアーサーからあなた様のおじい様であるエドワードと受け継がれました。アンブレラという会社の設立もエドワード様のご活躍の賜物でございます。そうなんだ。しかしエドワードが亡くなり、あなたのお父様、アレクサンダーが当主をなった頃から徐々にアシュフォード家にも限りが見え始めた。あなた様のお導きにより、再びアシュフォード家にこの壺のごとき永遠の輝きが宿らんことを祈って。スコット・ハーマンさん、あ、羊さんなんだね。はいはいはい。多分なんか大事なことが書かれてたんだろうけど、俺には全然純白の食材だ。台座に文字が刻まれている。アレクサンダー・アシュフォード様、祝辞ね。まあ、順番に押してきゃいいのかな。誰かってわかる？この皿を見ればわかるんだろうけど、これにさ書いてあった、あれどれだっけ、囚人の日記、メッセージカード、これじゃないな、ブルーかな。あ、これプレイングマニュアルか。赤か。赤は何も載ってない。あ、これか。なんか書いてあったかな。ティーカップね。
双子の座はトーマス様とは兄弟であるアーサーのお父さんが、とちょっとこうメモるね、メモるわ。はい、書きました。はい、まずね、わかんない人が2人いるんですよね。アルフレッド、一番若い世代からいくとアルフレッドが壺なんでしょ。で、ティーセットを持ってるのが上からベロニカ・スタンディ・トーマスさん。アーサーもそうなのかな、兄弟だから。陶器の花瓶。花瓶なんて俺知らないんだよね。で、赤毛の双子。この人はスタンディなんだよね。テーブルにティーセットが置かれているから。で、この人が赤毛の男性の絵。はあ、皿。もしかしたらこれがアーサーかな。赤毛の兄弟の一人がティーセットで、もう一人が皿ってことでしょ？そうだね、赤毛の双子だからね。ノーでしょ？まあどうせ反応しないんだろうけど。赤毛のティーセット、これがトーマスか。で、この女の人はティーセット、この人スタンディーなのかな。スタンディーがベロニカだよね。で、男性の絵、純白の燭台が描かれている。あ、燭台ね。ちょっと待ってね、これ見ればわかるんだよね、純白の燭台。アレクサンダーが白い燭台。燭台。OK。で、遮影フィルムで目にした子供の絵だ。絵にメッセージが記されている。アシュフォードの歴史をたどれ。さすれば、真の当主は現れる。下にボタンがある。押しません。エドワードはどこだ？アーサーのお子様のエドワード。これは違うな。これはアレクサンダーでしょ？ 1、2、3、4、5、6、7人。1、2、3、4、5、6、7人いるんだよね。まあ適当にやっていくか。この人をまずベロニカだと仮定して、まあベロニカっていうのは一番女性っぽい名前かなと思ったんで。で、スタンリーは、トーマスとアーサーの、何？親？親だかおじさんだから、ここだね。で、次が同じものを持って、赤毛のトーマスがティーセットだから、これね。で、次が赤毛のもう一人。これは多分、アーサー。で、エドワードは？あ、これなのかな。今まで一番出てこなかったやつだもんね。で、次がアレクサンダー、白い燭台のアレクサンダー。で、最後に壺をもらったアルフレッド。当たった、よかった。真の当主が現れん。壺だね。でもこの人さ、アレクシアだよね。背景に花模様の壺がある。あ、じゃあ何？真の当主はアルフレッドじゃなくて、女性の方だった、妹さんの方だったってこと？ああ、まあ確かに彼女の方がらしいっちゃらしいけどね。細かな花々が
描かれている。それだけかい？中になんかいいのが入ってたり。うわー、何？女王蜘蛛のオブジェ。あ、またあそこに行けってことですね。うわ、気持ち悪いな。赤いルビーが使われている。女王蜘蛛っていうのがいたとしてだよ。ケツこんなに大きいの？俺お尻が大きい人好きじゃない。プリケツがいいんです。プリケツが。あ、これも陶器の壺。細やかな花模様が描かれている。そうですか。アルフレッドかわいそうだな。まあでも、まあ、昔の人なんだろうな。きっと長男だからちゃんとやりなさいとか言われたんだろうな。関係ないからね、時代は。そういうのじゃないからね。今となっちゃう。優秀なやつが当主になればいいんですよ。じゃあ、どうしようかな。じゃあこのイーグルプレートを試しに行って、この2つはよくわからん。で、あとこの女王グモのオブジェ、あ、女王グモのオブジェの方行った方が早かったのかな。まあいいや、ちょっとぐるっと試しに行ってみましょう。はい、ここですね。ここもう何もない。ここのことを言ってるんですよね。ここにまだ何止められるっていうことですか。あ、でも使う必要がないですよ。もし言ってるのがここじゃなかったらごめんなさいね。多分ここのことだと思うんだけど、それ以外に俺もね、どっかあると思うんだけど、どこだったかなと思って。いつも俺がスルーしてるとこってことだよね、これ以外だったら。で、もう一つ、犬、あの、ここにね、もう一つ通路があるらしいんだけど、やれるかな？ハンドガンでやれるかな？いけるぜ。アクス、許さん、許さん、よし、ほら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 、よし。あ、ちょうど使い切っちゃった。ねえ、敵からは逃げろ、しかし探索はしろ。探索をするときは敵を倒せ。この三角関係だよね。無理な話だ。で、この辺にもね、なんか通路が、あ、ここのこと？あ、こっちか。おお、すごい、階段がある。はしごか。ありがとうございます。これはね、わかんないよ。ああ、なんかいるんですね。なんかいるんですか？あ、ここは、あの、排水口じゃない。なんたらかんたらをするとこじゃないか。でもさ、もう俺換気のスイッチ入れる必要ないよね。はい。あ、もう必要ない？あ、じゃあ捨てちゃおうか。で、今はオンになっている。別にオフにする必要はないわけ？じゃあ降りちゃうね。でもさ、いずれなんかオフにする必要あるんだよね。それがいつかはわからないけど。過負荷のためブレーカーが落ちる。その際には、はぁ、あ、はぁ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 。ブレーカーが落ちると過負荷のため、過負荷だったらね、もうちょっと強化してほしいですね、そのあたり。 100% のところ 120% 使ってるってことでしょ。あんまりそういうね、使い方は良くないよね。お手入れが大事ですよ、世の中は。で、今はどこにいるんだっけ。どこにいるって書いてあった、読めなかった。2階に行こうか。あー、今地下1階にいたのか。
23分、24分。カット入れてる。誰かいたよ。誰か いるのを予想してじゃないよね。お前なんで生きてんだよ。お前そういうのじゃないだろ。俺スルーしちゃったっけ、あいつら。やっぱりナイフ必要なんじゃないかな。どう思いますか、ちょっと。どけよ。なんでおめえがクイックターンしてるんだよ。あ、痛がってる、痛がってる。わかったわかった。ごめんね、ごめんね。はい、はい、はい、はい。回復しようね。邪魔くせえな。よいしょ。あ、食らう前にさ、あ、どけどけどけ。食らう前に、ガチャ、レバーガチャすれば、一応振りほどけるんだね。今後、まあ、どうにか活用していければいいかなという点では、いけそうですかね。でだよ。ここ以外に、イーグルプレートをどこで使うんだったかなという、なんかね、特殊合金でできているっていう説明が書いてあったんで、もしかしたらかなり最初の方で使えるものなのかなっていう気もしてるんだけど、どうしようかな。時間結構あるし、ちょっと探しに探索がてら行ってもいいですかね。遠足がてら。ここは相変わらず賑わってるな。はい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 。開けることは不可能。はいはい、スルーしていく。やっぱ敵の、なんだろう。タックルが、やばいね。みんな気遣ってくれてる。で、なんかね、この辺もね、あ、ちょっと待ってね。おい、スルーしていく。ここで、あ、これか。ここであの南京錠の鍵使うんだったら、そうかそうか。でも結局これショートカット用だって言ってたから、こうやってぐるっと回っちゃえばいいわけでしょ。だからもう必要ないですねって言ったでしょう。でもそうするとだ、そのコメントを鵜呑みにするともう俺はこっちに来る必要がなくなるっていう話になりませんか。あ、避けていく。避けられませんでした。そうとはまた違ってほしいんだけど、なんかないかな、こっちに。Please deposit any metallic items you have in the security box. あ、どけどけどけ、噛むんじゃないよ。お前はな、ナイフで片付けてやるからな。ちょっと待ってろ。これは預け、あ、貴金属ではないので預ける必要ないだろう。あ、そうっすか。あ、ナイフがない。マジかよ。仕方がない、お前はここで死んでもらおう。1、2、3、4、5、よし。1、2、3、4、5。あ、やりすぎたわ。一応組み、あ、いいか。これはね、邪魔なんだよ。これも預ける？ボウガンも預けよう。で、これ通れるはずなんだよ。通れませんでした。あれ？これ貴金、じゃあ一回ね、押して、また来たよ。え、ババちゃん、違う。お前じゃない。いい。メタリックアイテムないですから。はいはい。そしてさ、あれ？これか、キーピックか、俺が持ってたの。
はい、じゃあ妖怪アイテムをしてデバガチャデバガチャよいしょ、オッケー。 Please deposit any metallic items you have in the security box。 逐一うるさいね、ちょっと何なんだよ。わかったわかった、お前も特殊合金なんだな。特殊合金ってことはうちね、よいしょ、ダメなやつじゃないんですね。ああなるほどね、もしかしてこれじゃ向こうに行けたりしないか。こっちに何か預けてないっけ。あ、インクリボンとガスか。もうやっぱここに来る必要はなかったのかな。ドアが押さえつけられている。こちらからは開けられない。やっぱりいつか戻ってくるんですね、ここには。まあそれは今じゃなかったってことか。30分か。ここまでの道中をガツッとカットすれば、まあまだなんとかなるかもしれないけど、今回はこれで終わりにしようかな。なので次回は、ああ、そっか。これしか持ってないから次回何すればいいのか分かんない。はい、レバガチャ、レバガチャ、殺す、通す。はいはい。いろいろ返してもらうぜ。キーピックと、このイーグルプレートと、ああ、そっか、この女王鉢、女王グモのオブジェと、この証か。証をどっかで使えたらいいですねっていう話だよね。っていうか使わないと俺が詰むんだけど、どうしよっかな。ちょっと楽しい感じだからもうちょっと続けてやろうかな。あ、待って、あ、しまった、しまった、やれ、あ、巻き込めなかった、あ、食われた。ここなんかないの。あ、あった、終わる前に見つけてよかった、やったぜ。うわ、おお、バカ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 、使いたくなかったんだけど、一発ちょっと使わせてもらおうか。で、組み合わせ。ああ、違うんだよ、ちょっと。うわー、もう7発になっちゃったもんね。やっちまったよ。あれはさ、ゴムゴムの人に使おうと思ってたのにさ、あんなもん。おいー、まぐれ。なんてこっただぜ。他どこだ、なんでお前ら生きてんだよ。爆発で死んどけ。あ、ハーブか。いただいとこう。ここ扉があるけど、まだいる？いるみたいですね。ん？あ、いるんじゃない？これ爆弾があるのか。ここ、おお、ここの扉以外にもどっかあったよね。あ、ハンドガンだな。いただき。先にこっちじゃなくて、あの、向こうの小屋の方行ってみようか。あそこも木箱を動かせば通れそうだったしね。ちょっとゾンビ音がうるさい。こっち行けたりする？あ、ないか。OK。あ、もしかしてここに、あ、いいんだよ。構えなくていいんだよ。ここ入れるでしょ。OK。でですね、あと驚いたことに、この子、クレアは、ショットガンを使わないという、困ったことを、困ったコメントをね、いただいてしまったんですけど、ということはだよ、俺このゲーム、ショットガン使わずに、解体、解剖されていた跡がある、すでに息はない。うわぁ、マジか。血の付着したメスが散乱している。あ、別に解剖はいいんだけどさ、大丈夫？ダメか。全身麻酔ちゃんとかけてくれたんだよね。全身麻酔さえあれば俺は別に
解放されてもいいぞ。うわ、起き上がるの？起き上がるの？いいよ、起き上がらなくて、怖いから。あ、怖い。こっちはなんだ？なんだここは。ファイルがある。解剖医の手記。私の心の中には悪魔が住み着いている。そうですか。アルフレッド様はそんな私を認めてくださり、ああ拷問用具を道具を用意してくださった。ああこいつはもうアホなんだな。この医療棟にある地下室のことは絶対に外部へ漏洩させてはならない。 お預かりしている聖域へのキーは肌身離さず持ち歩いている。あ、なるほど。お医者さんをじゃ何かが足りない？え？何？何だろう？毛髪とかじゃないの？目かな？ちょっと眼球は俺持ってないんで、今。どっかに転がってんのかな？多分じゃあそのお医者さんの死体が、死体の 目玉なのかな？それが多分鍵になってるでしょ。赤いファイル、あ、じゃないの？ピンク？緑？黄色？これじゃないね。これか。地下室に行くには多分このキーは肌身離さず持ち歩いている。まあ多分ね、自分の体に埋め込んであるってことでしょう。となるとだ。ああもうやだよ。これ帰ってきたら動くんでしょう。もういい、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 いいノック。1、2、3。次 L1、1。ああ、しまった。クソリロード。赤いハーブ。OK、これ後で調合する。2、3、4、5。よし。とどめの踏みつけみたいなのができるといいんだけどな。やっぱりこれナイフ持ち歩いた方がいいかな。1、2、3、4、5。もしくはここで噛ませて、あ、噛まない。3、4、5。リロード。1、2、3、4、5。 1、2、OK。 まだいる？よし、ねね。うわぁ、ここもひどいな。拷問のし放題。俺は拷問は良くないと思うんだ。むしろ、拷問が終わったら、早く楽にしてやりたいよね。じゃなかったら拷問をするぞーって、脅してさ、もし、ちゃんと喋ったらさ、許してあげてほしいんだよ。じゃないと救われないじゃないか。あーでも、そこでね、助けて、後で反撃されても困るか。反撃の一手にされたら、あ、またジェラルミンケースだ。これもどうせあれでしょ、簡単な鍵がかけられているんでしょ。鍵穴があるはず。これだな。OK。おや？ M93R 強化パーツが入っていた。これを使えば M93R が改造できる。マジかい。さてこれはできる。カスタムハンドガン、かっこいいのか。 M93R バースト、ストックをつけたもの。3連射に切り替えられる。お、3点バースト式になるのか。オートマニュアル、オートマニュアル。これで1回撃つごとに3発撃てるということですね、多分。お、ちゃんと肩に当ててる。かっこいい、かっこいいのかという疑問を残しつつ、ここを開けると例のあれがいるんだろ。お医者様がいるのかな。ドキドキしてる。気が高まる。
すぐ構えるぜ。はい、いるんでしょ、いるんでしょ。ああ、いない、いないし、うっ、あれ、あ、今オートなのかな。最初からもうオートになってたんだね。どこだ、あ、いない、いない、あ、いた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 、こんにちは。君は喋れる、なぜ復活するし、すげえ、どう考えても、どう考えてもこいつ、この銃は強いんだけど。ここに光っているものがある、眼球ですね。うわ、ガラスの目玉、そっか、義眼なのか。で、調子によってね、ボカスカボカスカ撃ったせいで、見てください、あと14発やったね、大変だ、これでナイフゲーができるぜ。あ、見てください、ここにハンドガンの弾ついてるぜ。で、この薄気味悪いやつに眼球をはめ込んでやると、うう、怖え。で、地下室に行けるようになるといいですね。でもそろそろセーブしたいんですね。41分ですよ。もしかしたらどっかでもうカットを入れちゃってるかもしれないね。あ、コウモリ、コウモリよ。あ、違う、コウモリからは逃げるべしって教わった。ぐわーん、このゲーム無敵ねえの。拾ってる最中の無敵時間とかないんすか。リアルだね。時が止まらない。まずい、あぶれ、あぶれ、あぶれ。どうしても三角ボタンを押してしまう。よし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 、どっかセーブポイントが欲しい。ここは下に行くとまずい。ここはカーテンの奥は下ろされている、下ろされているだけ。なんだなんだ、あ、ボーガンの矢、あ、落としちゃった、あ、まあいいか。何、奇妙な装置、一体何に使うのか。今かませるわけにはいかない。これは何、古めかしい水車、あ、どうにもできない。あとはお酒も、あ、いいです。降りてくるの？あ、まあいいや。あ、降りてきた。賢い。よし。なんだこいつ。石像が兜を掲げている。あ、これ兜か。誰かにプレゼントとかじゃない。うん、何？石像の手に錆びた剣が握られている。取りますか、取ろうか。うん、このままではアイテム取りません。ですよね。じゃあこれを組み合わせ、あれ、あ、こっちか。あ、それでも足りないな。じゃあハーブ使っちゃおうか。オッケー。お、鍵が開いたんですか。ガスってる。そうですよね、そうですよね。よいしょ、感覚でいくしかない。もう一回、これでいい。うわ、開かない。もう一回、あ、死んだし。え、待ってくれよ、俺どっから、え、これセーブした場所から、ドゥームレーダー方式、うわー、うわー。